レーザーカッター手に入ったから開けに行こう。開けれんかったとこ。あ、ここちゃうわこっちだ。シーモスちゃんなの。よし、あの中ぐらいの残骸さっき見ようかな。中ぐらいの残骸どこやったっけな。またこれ探し回らなあかんねんじゃない僕のことやから。でっかい残骸だな。中ぐらいの残骸を見つけたいんだけど、中ぐらいの残骸が見当たらんな。 あポット17、ここら辺ちゃうかったっけ。あー、あったあったあった、ここか。よし、これで出て、これで開けれると思うねんけど。あら、無理か。ここじゃない。あ、あったあったあった、これこれこれ、これをん、あー、いけたいけたいけた、こうやるんか。あー、すごい、ちゃんとグラフィックもこうなってるんやね、ちゃんと。穴開ける感じか。眩しい。あー、いたいた。へえ。ちょっとパイルだ、持ってこよう。息を忘れるからね、いつも。ここにパイルダーオンできそうやね。なんかこの広いところ見つけたらパイルダーオンしたくなるね。よし、出て。オッケー。これで何かあるんかな。ここは行ってないんか。これ時間かかるな。これ電力表、ああ、あったあった。結構電力使うね、これ。よしよし、開いた。新しいところだ。あ、またこの人や。あれ、前もこの人じゃなかったっけ。違うかったっけな。ああ、人造ベイバイ、これはやったな。レーザーカッターの残骸、これもやったよね。レーザーカッター持ってる。バッテリー充電器、これも、これも持ってるもんね。これはデータ。ああ、軽量大容量酸素ボンベってやつだな。なんだこれ、なんか書いてるけど。何もできん。ああ、息がやばいな。ちょっと戻ろう。パイルダー。パイルダーに多いんしよう。あ、これだ。これができるようになったんだな。機動性が向上しますってやつやな。あ、これできたのに。なるほど。もう一回ちょっと見てみよう。忘れ物ないか。あとはもう全部やった感じか、ここは。ないな。一旦戻ろうか。パイルダー、オン。戻ろう。あいた、絶対、絶対ぶつからないもん。よし、帰ってきた。リチウムやな、リチウム。リチウムも取ったっけ。あー、リチウム3つやな。リチウム3つやからできないな。項目がないな。あら、できないな。あ、改造ステーションか。改造ステーション？あ、ここか。これのことか。改造ステーションは見てないな。いや、違うな。え？これか？いや、これ端末だな。改造ステーション？あ、ビルダーで見るか。改造ステーション。ああ、改造ステーションを持ってないから、今できないってことか。うん、ないわ。ああ、残念。できないんだ。そういうことね。オッケーオッケー。うん。じゃあ、大きい残骸次見てみようかな。大きい残骸もね、どっかあったはずなんだけど。どっか焼き切るってあったはずやけどな。これか？いや、違うな。どっかにね、あったと思うんだよな。中やったっけかな？外でなんかあったような気がするんだけどな。外じゃなかったっけ？中しかなかったっけ？中に入るか。どっかに、どっかに開ける場所あったと思うけど。あら、これ取ってなかったの？取ってなかった。どっかに開けられへんかったとこがあったはずやけど。
あら、なかったか。なさそうやな。どっかにあったはずやけどな。もう一回後で見るか。やばい、まだ出口がわからなくなってきた。こうか。あ、出れた出れた。間に合うか。間に合った。ギリギリ。あれ、どっかにあったと思うんだけどな。これでもないか。これも違うな。どっかのドアやの。あったはずやけど。あ、直せんか、これ。直して意味あったらよかったんやけどな。ないか。ないか。なさそうやな。だいぶ溜まったね。あれから、ちょっとね、探索をして、ここもね、ロッカー変えて。銅が少ないんだよな。ロッカー変えたよね。んで、ここが、じゃん。すごいね。金、銀、あとはダイヤモンドとかやね。結構大量に手に入った。やっとね、これの使い方が分かった。遅いって言うねんね。で、今回はね、コメントでもらって、PDA を忘れてるってことで、ちょっと取りに行ってこよう。全然気づかなかったよね。2回も行って、編集もしたのに。よし、ちょっと見てこよう。よいしょ、これ毎回ぶつかんねんな、絶対。よし。こっちら辺やったと思うけど、あれのどっかに忘れてるって言ってたんやけどな。どこや。ん、あ、これか。あったあった。ほんまや。よう気づきはったね。多分ずっと忘れたままでいてたね、きっと。言われなかったら。よし。ちなみにちょっと見ようかな。ダウンロードしたレガシ号の生存者環境記録ユーザー、ポートトルガ、トーガル、ポール・トーガルは、理想的な生息地の建設条件で地域環境スキャン、シグナルが作成された。ああ、難しい。ちょっと何言ってるか僕には分からへん。難しいなぁ。よし、ちょっと戻ろうか。よいしょ。オーロラ号が入れるってことでコメントでもらったんで、ちょっとオーロラ号に行こうかなと。持っていけるもんは持っていくか。一応持っていこうか、食い物飲み物。あ、あと電池持っていこうか。念のためにね。電池すべて持っていって、あと、お菓子やね。おやつ。おやつを持っていこう。よし、これでいいかな。あ、ちょっとだけ持っていくか。チタニウムを4つほど持っていこう。んで、これも持っていくか。ガラスに変えとこうか、一応。ガラスに変えて持っていこう。あっちで基地ね、建設するかもしれんしね。よし。んで、あとは、あ、防護スーツだね。これ変えないとね。あ、こっちだ。こっち変えないといけない。持ってきてないから戻らなあかんね。戻ろう。国庫基地に置いてたかな。あ、国庫基地には置いてないな。どこに置いてたかな。よいしょ。この中に置いたんかな。あ、あったあった。これを入れ替えよう。装備外す。装備する。これが放射能やね。うん、オッケーオッケー。じゃあここに置いていこう。リブリーザーはコンテナ。飯と水を確保してから行こうかな。食う食う食う。飲む。で、念のために医療キット。よし、じゃあ行こうかな。よし、シーモス乗って、オーロラ号へ、ゴー。アオフ。すぐぶつかってった。近づいてきた。オーロラ号の先頭らへんから入れるっていうふうに
言ってたんだけどね。だいぶ近づいてきたね。あーすごいな、改めて見るとでかっ。どっから入れんのやろ。うわ暗いな。どこら辺今、ここら辺か。暗くてわからんな。どうなってんだこれ。ここが真正面かな。よいしょ。おおすごいな。すごいことなってるよこれ。こんなに深いところに。どっから入るんだろうこれ。なんかめっちゃ揺れてるけど。どう行くんだこれ。おおめっちゃ揺れてる。ここかな。ここでちょっと一旦出よう。消火器はレーザーカッター必要になることがあります。レーザーカッターは持ってる。スキャン、キャンなんかあるんか。めっちゃ揺れてるよ。怖いなぁ。